STS-129 は2009年11月に行われたスペースシャトルアトランティスによる国際宇宙ステーション利用補給ミッションである。主な目的はエクスプレス補給キャリアを2機 ISS に運んで取り付けることである。エルックは ISS 外部の予備機器の置き場を増やすために使われるもので曝露機器の予備品や簡単な実験機材を設置するために使う。 エルックは4機計画されており、残り2機を STS-133 と STS-134 で取り付ける。今回運ぶエルックには、予備のジャイロスコープ、窒素タンク、アンモニアタンク、ポンプモジュール、ロボットアームの予備部品などが搭載され、ISS に保管される。飛行中に3回の船外活動が行われた。STS-129 は、 当初設定されたスケジュール通り、打ち上げドッキング、船外活動、期間に至るまで、ほとんど予定の日程、時刻から遅延することなくスケジュールを完璧に消化した。打ち上げ時のタイルの剥落もほとんどなく、予定外のトラブルも皆無であった。スケジュールの遅延が状態化して、予定のスケジュール通りに進むことのないスペースシャトル、ミッションにおいては、これは、 解挙と呼んでも良い成績である。特にコロンビア事故後に各基準が厳格化された最近のミッションにあってほぼスケジュール通りにこなせたことは飛行士を含むナサスタッフ全員の習熟度が目標とするレベルに達したことを意味する。2010年の退役を前にスペースシャトルもようやく宇宙輸送システムとして完成したとも言えるわけである。ッコ内の数字は 今回を含めたフライト経験数。これが ISS 滞在クルーを乗せて帰還する最後のシャトルとなる。ありがとうございます。